こんばんは、ソカイの子です。今日はね、すごいですよ。ヤマトくんの誕生祝いに京都からですね、天野千恵里さんが来てくださいました。これね、ちょっと開けてみますね。なんだろう。はい、お祝い来てますね。ありがとうございます。いやー、なんかね、これはね、カラカラっと鈴が鳴ってます。うわー、本当にもうね、いやーこれちっちゃい靴下、いやー、ありがとうございます。肌着ね、おくるみというんですか、すいません、大切なものをいただきまして、こんなに喜んでいただいてね、ヤマトくん本物でございます。そしてですね、まだあるんですよ。たった今なんですけども、広島の方から徳能さんがね、ブリを釣ってお腹を開けて届けてくれたんですよ。出世魚ということで、なんかすごく期待してくださってるかなというところでございますね。言葉に詰まりますね。皆さんの本当お気持ち、ありがたいなと思うのと同時に、いや、また良かったなという気持ちでいっぱいです。それからですね、私は速稼塾という発信をこのように、Facebook ライブと YouTube でさせていただいて、もう7年になるんですけども、私がやってきたことっていうのは、皆さんにね、こういう風な形で、映ってるのかなと見ると思うとですね、感無量と言いますか、感謝感激でございます。それからナイトライダーのね、先輩方、仲間と言いますかね、私からしたら先輩方なんですけども、本当お声をかけていただいたりとか、トランザム乗りの方からとてもお気持ちをいただいたりとか、旧車ファンの方がね、温かい言葉をかけてくださったりとか、車によってもたらされたご縁っていうのもかなり多かったと思います。愛媛だったかな、愛知の方、愛媛だったか、なんか松山だったかな、ちょっとすいません。四国の方にね、曽我部さんっていう方もいらっしゃって、ナイトライダーの本当にいろんなことを学ばせていただいてるんですけども、それから静岡の淳さんとかね、もちろんですけども、ジミーさんとかも、私のことはね、ものすごく、目をかけてくれてるというか、本当ありがたいなと思います。このようにですね、YouTube インターネット放送、 YouTube のつながりの中でも花屋龍馬さんとかね、その他 YouTuber の方とか、私みたいな、すごく、大したことやってるわけではありませんけども、皆さんにね、ちょっとこう覚えていただける、曽我部さん名前出ますよ、当たり前じゃないですか。もう本当に曽我部さん、ありがとうございます。出産が落ち着きましたら、はい、会いたいと思います。明日退院してくるんですよ。で、私のね、デモカー、ナイト2000、本当に今井社長が渾身の力を込めて作ってくださった、息子とも言えるような、子供とも言えるような車だと思うんですけども、それをね、私に預からせていただいて、本当大事にしないといけないなと、光栄だと思っております。それからね、曽我部さんもそうなんですけども、やっぱりこの、男の子のね、憧れとか趣味で繋がった仲間っていうのも、ある意味ね、こう、戦友であり、なんか、登場人物であり、お互いのストーリーに出てくる登場人物でありね、感激ですよ。で、今回、私の運営する速稼塾っていうね、まあ、言ってみればビジネス塾ではあるんですけども、まあ、私もそのビジネスを引退して、隠居という形でやってましたね。そうなんですよ。ゆかちゃんね、奥さん出産で、この部屋に、明日帰ってくるんですよ。で、明日、退院に際して、ブリをね、何日もかけて、釣ってくだすって、釣れたーみたいなのを持ってきてくれたんですよ。ナイトの仲間、家族に近い。ほんとそうですね。特にね、曽我部さん、私が預かった、その、デモカーって、多分、今井社長の店で、何人もの方が触れて、それで、自分のオーダーをね、したと思うんですよ。いろんな方の思いが込められていて、そして、曽我部さんはじめ、多くの方が、ナイト2000のレプリカを持たれてるっていうところで、なんかね、心で繋がってるんじゃないかな。本当にね、こう、精神的な家族だと思うんですよ。私はね、そういうのも込みで、皆さんに支えられてやってきてるなと思いますし、本当言ったらね、私なんかが、ナイト2000のレプリカとかを持つことによって、格を落とさないかなって心配でですね。私は本当車全然ダメなんで、ボンネット開けたことすらないようなね、20年でしたから、免許取ってから。今はね、もうめちゃくちゃ綺麗に、丁寧に扱わないといけないなというふうに思ってます。そして、ジミーさんが言われるように、車の指示いたるね、旧車っていうのはやっぱり83年式の車っていうのは、それなりに手をかけていかないと、大事にしていかないといけないってところもあったり、部品の替えがなかったりね、
それから多くの方に支えられて一台の車ができているとか、維持されているってことも忘れちゃいけないなと思ってますね。はい、今日はね、この時間に、私事、もう、多大なる私事なんですけども、本当皆さんのおかげで、こうやってやらせていただいて、私の息子、ヤマトくんね、ヤマトというね、日本男児、そして世界に羽ばたく、ヤマト民族ではないですけども、ヤマトっていう言葉を聞けば、あ、ジャパニーズだねって分かっていただけるような、あ、そんな名前だと思います。それから私、宇宙戦艦ヤマトが大好きで、そこのね、アニメファンとしてのちょっと気持ちも入ってると。一歩間違えたら、何ですか、マイケルナイトと名付けたかもしれない。危ないですね。キラキラネームに近いですね。マイケルロングぐらいだったらいいかもしれないですけどもね。いじめられそうですね。でもどっちにしても。はい。今日はですね、そんな形で、今日、来てくださった、天野千恵里さん、風水鑑定士の方と、それから、徳能さんね、広島に来ていただきました。そしてコメントをいただいた、曽我部さん。みんなの真のヒーロー、リアルヒーローになれるよう、切磋琢磨。そうですね。やっぱり現代社会に渦巻くね、この不満と不安の多い世の中。現代に蘇る正義の騎士。ではないですけども、そのね、片腕ぐらいには、片腕の爪の先ぐらいになれないかなという気持ちで、ナイト2000を乗らせていただきます。騒音のこととか、ガソリン郊外のこととか、燃費のことですとか、いろいろとね、ご迷惑をおかけするところもあるんで、威張らないように、節度をわきまえて、アメ車、旧車、ナイト2000、楽しませていただこうかなと思いますし、あ、やっぱ、アメ車乗りっていいよね、と。ダンディだよね。かっこいいよね。ケチケチしてないよね。っていうふうなね。なんかある意味背中を見せられるようなね。そんな大人になっていくためのアイテムとして、きっといてほしいなと思います。はい。曽我部さん、まさにですね、ナイトライダーシーズン5が我々のこの日本で始まっているんですね、きっとね。ナイトライダーシーズン5ですよ。デボンもいない。マイケルナイトもいない。でも、俺たちがいるみたいなね。マイケルナイトチルドレンということで、これからもナイト2000、あ、ナイト2000の話になっちゃいましたけども、ナイトライダーね、楽しませていただきたいと思います。ちなみに私の反対側を映すと、ここにナイトのブルーレイセットと、ここに USB のね、アイテムがちょっとありますね。はい。ナイトライダーグッズもこれからもね、紹介していきたいと思いますので、皆さんがお持ちのナイトライダーグッズもよろしかったらまた教えてください。それではですね、今日は、本当に今日もお礼の動画でございます。いつもご覧いただきましてありがとうございます。そして、ヤマトくん出産に際しまして、お祝いをいただきまして、本当にありがとうございます。それではですね、これからも皆さんのお役に立てるような情報発信に努めたいと思います。プラス、今日はナイトライダーのちょっとお話が出ましたけども、私もね、あ、ひろこさん。はい、ヤマトくんの生活ですよ。ひろこさんはね、すごいです。ひろこさん。私はずっととぼけてたんですけども、その、私のとぼけにも負けず、ずっと、もう、ヤマトでしょ、ヤマトでしょ、ヤマトでしょってね。もうね、見抜かれてますよ、ひろこさんには。本当に。ありがとうございます。ヤマトくんと一緒に、またね、三重で、バランスボール一緒に楽しめればいいかなと思ってますし、こんなちっちゃいね、子供用のバランスボールとかないんですかね。そういうのもあったら教えてください。これからは、宇宙戦艦ヤマトではないですけどね、久保哲郎、久保ゆか、そして久保ヤマト、この3人軍団が日本全国を駆け巡ります。ぜひね、ナイトライダーでも行きたいと思います。それからね、岐阜のジミーさんのところに全然行けてなかったんですけども、すいません。ジミーさんにも私はね、精神的な、こう、恩をものすごく感じております。はい。子育ても頑張ります。楽しみます。もうね、曽我部さん、私はね、息子が生まれてヤマトくんとね、アメ車チームを作りたいですね。で、ガレージに息子を招いて、息子にもガレージをね、楽しんでいただきたいし、アメ車ってものをね、古臭いガソリン車ってものをやっぱ楽しんでいただきたいかなと思いますね。二人で、そして家族で3人でね、そういうような旧車ライフも、それからムービーカーライフも楽しんでいきたいと思います。またお知恵貸してください。小さいバランスボール、また教えてください。ヤマトくんがね、乗れるようなこういうちっちゃいやつをね、まだ身長何センチかちょっと測ってないんですけども、50何センチぐらいかじゃないですかね、わかんないですけども。ちなみにもうすぐ4キロ突破でございます。
恐ろしいですね。生まれて1週間で4キロ突破ということになります。でっかい。夢もでっかく、あったかい心を持って、ハートもでっかい。そんな男の子に育ってもらえるんではないかなと思います。いろいろ楽しみです。ひろこさんもよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは今日の放送は以上です。なんともね、もしかしたら役に立たない放送だったかもしれませんけど、私の喜びの記録として受け止めていただければ幸いでございます。それでは失礼します。ありがとうございます。